FM 大阪からお届けしています。西国三十三所トリッパランドサーティースリー。今週は第二十二番のお札書です。ふだらくさん、総除師さん、こちらをご紹介します、はいえー。大阪シリーズでございますね。総、はい。はい、じじさんでございますけれども、大阪府茨城市にございます総除師さんは平安時代の八百八十六年。 中南言でありました藤原の山影さんによって創建されたお寺と伝わっておりますそうです、うん、もう何と言っても交通の便がめちゃいい,いう、はい、もう駅からすぐです っていうか駅の名前が掃除寺ですね、うん、あまあねそりゃそうだ、ね、はいさあご本尊さんが、うん、観音さんなんですけどはい亀に乗ってはりました、うん、そうでございます乗ってはりました有名ですね、うん、えー、掃除寺さんの演技絵巻に描かれております亀の恩返しというお話はですね婚弱、えー、物語とか源平浄水記なんかにも紹介をされております、うん、はいでどんな話かと言いますとねすと、えー、この藤原の山影さんのお父さん、うん 藤原のの高房さんっていうのがおりました、はいえー、この高房さんが九州の太宰府へ赴任をするということで、うんえー、まあ,あの一生懸命移動してたわけですね引っ越しの最中でございましたらば、はいえー、漁師さんが一匹の大きな亀を捕まえたところに出くわしたんですね。うん、で今日は18日で観音さんのご縁日やからということで自分の着物と交換をしまして、えー、その亀を逃がしてあげたわけでございます。そうかじゃ着物ああげげるから逃がしててたよね今日は18 その日の夜ですは、まあ、この川の近くで人まあ、明かしたこの藤原一行でございますが、はい、ママ母の企みによりまして、えー、その息子であります山影さんが川に突き落とされます。 えらいい鬼ママ母母ね<え>恐ろしいもう殺人ですやんこんん、ね、そうで,す、ねうん、で翌朝もうびっくりしまして、えー、泣き悲しんでおりますこの高房さんお父さん,、ね、お父さんね、うんえー、今一度我が子に会いたいということで一生懸命日頃信仰している観音さんに祈っておりましたらばその前の日に助けた大きな亀がですね、えー、この背中にこの元気な山影さんを乗っけて現れたそうでございます。亀の恩返し <laughs> 亀の上に山影さんが乗ってじゃじゃお父さんと書そう帰ってきたんですよ。すごいなこれ。すごい,すごいまあこれに感激しましたこのやあのまあことでですね。で、えー、まああのお父さんはこの観音さんを作ろうと思ったんですよ。うん、で、えー、剣刀氏にね中国行ってますから剣刀氏さんに h 木を買ってきてほしいと。はい はい、でそれで仏さんを作ると、うん、こういうふうなことをお願いし、まあ言うてね「買ってきてくれ」ってこう言うたんですよ。はい、でところが遣唐使船がまあ中国来まして、うん、まあ言われたり頼まれてるさかいに香木をえ買おうとでそれを持ち出そうとしたわけですけれどもはい、はい、これは持って出たらダメと。 うそん、うん、言われたんですよ。そう<ー>、<あ>持ち出し禁止。禁止そうあ、まあ、ええー、やつやったんでしょうね。あさあ、どうしようということで、うん、それで、その検討士の一行はですね、こう僕に。ええー、名を書いてね、うん、まあ、あの、こういう理由で、これをこうだけど、持ち出せへんと。いうことで、かい、それを、まあ、理由を書いて。 それが日本に届けばいいやろうということで、海に流したんです。ああ、もう流したんですね。で、えー、ところが、その木が到着する前に、高房さんは亡くなってしまうんでございます。むむむむむむ。もし,もしかすると、この後はむむむむ。ああ、どうすんにゃっち話ですよ。さん作れるか作れないかですよね。そ,<う>その香木で。そう。で、ところがですね、うん、このある日。 大宰府にお父さんと同じく赴任を示しておりましたこの山影さん息子ねがこの浜辺のところでこうふらふらしてると歩いてると何か一つの流木があったんですよ。見たら中国から来てるその香木でこれはなんとお父さんが観音さん作ろうと思ったその思いで 求めた高木ではないかっていうことですよ。あ、名書いてありますね。ようそう日本海側ようね、あのハングルの音とかよう流れ着くってありますもん。だからほんま流れ着いたね中国からね。それでお父さんのその意思を継いで観音さんを作ろうというふうに決意を持ちます。で、多財夫夫人の任期終えまして都に戻った山陰さんは物資を探すために奈良の長谷寺さんにこもりましてね。で一生懸命物資誰に掘っ もらおうかと思って一生懸命奈良の長谷寺で一生懸命拝んでおりましたらば加納、はい、さんのお告げがありましてね、はい、であのー、今から要は出て行ってね一番最初に会う人がその物師やとこういうお告げを持って、うん、でああなるほどということで一生懸命拝んだ後ですな、うん、その教え誰に会うんやろなと思って門を差し掛けて出たところに一人のちいちゃな子供がいたんですよ。 加納、ね、さんのお次やったらこの子なんですよ。 最初にった人ですからね、うん、どううししましょうそうだけど周りのお月はほんまですかって言っててねちょっと木と小刀渡してちょっと掘ってみて言ったらささっと掘ったんでまさにこの子やいうことで,うん、うん、でこの童子をあの観音さんを掘ってくれということで、うんまあ、物資として迎え入れるんですが、はい、その時に童子はですね一つ条件を言うんですよ。うん、それは仏様を彫刻する1,000日の間。 えー「誰も自分が掘っているところには入ってこないでね」っていその間山影京自身で、えー、私の食事を作ってくださいと、うん、いうことを、まあ、言うわけですね。はいはい、で、えー、そしてまあその約束を守っておりました一千日目の朝です、はいえー、何や知らんけど声が聞こえたんですよ。うんえー、長谷の観音様はどちらに っていう声が聞こえたんです、ねはい、でええと思って、えー、しておりますとその掘っておりましたあのところからね、えー、声がしましてね「行基菩薩よ今帰るとこよ」との声があって、はい、でその同時は空にピューと飛び立っていったんですねて。そ<ー>れで山陰教皇がびっくりしまして急いでその,あの掘っておりました仏社にねあの駆け寄っていきますと亀の座に立った千手観音さんが「 ええー、もう完成して祀られて、うん、その前には一千、はい、日分のそのお食事が。そのままの状態でお供えしてあったっ。あなたはもしかしたら。そう、だから、長谷の観音さんの分身が観音さんを掘ったちゅことですな。そうですね。えー、いそれを行基菩薩が探しに行ってたっちゅうのもすごいね。<laughs> <laughs> 面白いね。すごいですね。うねもう、本当にご縁で。うん、さあ、そして、御本尊について教えてください。はい、はい、あの御本尊さんは千手観音さんでございまして、その山影さんを救った演技から。 まあ子育てとか役よけというようなことで観音さんの信仰を集めておりましてまた1571年。うん えー、織田信長の陛下によりまして本堂をはじめほとんどが焼けてしまいました。信長に焼かれたんんでですすね、えー、そうなんです、えー、ご本尊は、炭化しながらも焼け残りましたので日伏観音としても信仰を集めていると、うんえー、毎年4月の15から21日にご開帳されておりましてこの間あのご開帳の間に合わせて西国のお砂踏み法要もやられているということでございました。はい、そして総治さんといえば 料理人さんがたくさんお参りするところで,ございましてですね。はい、はい、あの先ほどのね、お話もし,しましたように、海山の、開山の藤原の山影さんっていうのは。この物資が、ご本尊さん、御本尊さんを掘る一千日の間に。毎日違う料理を、まあ一生懸命作らはってね、お供えした、うん、あのまあ教授だということで。中納言の千日料理として称えられたそうでございます。はいえー、で、またその宮中の、料理のね、作法を整えたということで、包丁道の祖としても。 まあ、あの言われておりましてねえ、全国の料理人から信仰を集めております、うん。境内には包丁塚というのがございまして、プロのその料理人さんとかあご家庭でですねえ、使われた包丁なんかが感謝を込めてそこに奉納されるというようなことでございます。うん、毎年4月18日には、山陰京をお祀りします海山堂におきまして、山陰流包丁式が室町時代から伝わる古式にのっとって行われます。 えー、包丁度山陰流を継承する料理人がですね「ひたたれ」というあの、まあ、昔のあの白いほら なんでしょうな、神主さん着てはるような。あ、はい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 、はい、わ、はい、かりまし、うん、あれに烏帽子ね、うん、えー、を、お、つけましてですね。平安時代の装束に包みまして身を包み、えー、右手に長さ三十センチほどの包丁。左手には、まあ、あの、まなばを持って、えー、お魚に一切触れることなく、綺麗にさばいていくってやつですな<ー><ー>ね。ああ、ね、いいですね。これね、毎年四月十八日、えー。そうでございます。さあ、で、はい、まあ、その。 お話聞いてまいりますけれども総う事,事さんの見どころをこちらも教えてください。そうそうこの他にもありましてね、はいえー、現在の本堂は1603年に、えー、豊臣の秀頼さんの命で再建をされております、はいえー、その後も災害や火災なんかでも大変まあ,あのねあの規模規模で大,大規模でまあ修復されたりなんかしたんですが、うん、1699年に、えー、復活していきましてね、はい、でご本尊さん祀られていますお寿司は あというえー、徳川の綱吉さんのお母さん。 景勝院さんが寄進したものと伝わっております。うん、景勝院さんはあの吉峯寺さんの、ね。そで、ねはい、あの、うんうん、玉の輿に乗ったという、の、お玉さんでございます、ね。お玉さんです。すね、ですから、お隣のこの総持寺さんのお寿司も、うん、まあ、あの寄進されてるということですな。はい,はい。はい、えー。で、また、その境内には、あ、美しく整備されておりましてね。その大師堂鎮住社、あ、工人社なんかもあります。で、あぜくら作りの鏡像なんかもあったりしてね。うん、まあ、いろんな形の、お堂があったり、本堂の裏手には。 あのボケ封じ、えー、近畿十楽観音っていう霊城というのがありましてね。はい、で第6番目の えー、ここの霊場というふうなことになっているということでございます。はい、で池のところには亀がおりましてね、うん、で掃除師の名前が刻まれました石のこの標石なんか台座の部分なんかにね、えー、いろんなところ錠剤箱なんかにもいろんなところにこの亀さんがねいるそうでございます、ね。もうだからもう亀さん好きの聖地でもあるという,、はいうね、ことかなと思いますけれども、ねはい、さあそしてやっぱりそのお料理と、はい ご縁があるので、あの参拝の後に一休みできるカフェレストラン、<う>これがもう私が行った時のまだギリギリできてなかったんですけど、はい、もう<ー>でも実はもうあるんですね。そうなんですよ。私もねまだ行けてないんですが、す三門の横にね2019年にオープンした。 ポータラカとかねこれはサンスクリット語なんですが「札楽線」えー、というあのあ、まあ、これ観音さんの浄土を指すあれなんですけどサンスクリット語ですね「うん、ポータラカ」が「札楽」というところなんですねはいしいコーヒーとかデザート軽食が用意されておりまして、えー、ドリンクソフトクリームはテイクアウトも可能と、うんえー、午前11時から午後2時の間はランチが提供されておりまして、えー、月替わりの 季節午前1500円でございますがおすすがおめと、うんでえー、包丁堂山陰流の流れを組む調理師の方、えー、が腕を振るわれていてですねお、まあ、味しさはもちろんのこともう見た目も大変美しくて、えー、大変人気なとと食べてみたい食べてみたい、ね、限定50食ですって50食予約できませんできないのか <laughs> そう早いもん順ですできないのか、はい、何時から午前11時そうか、はい、午前11時に行けば そう1時とかのんびりはちょっとどうなんかなどうなんかな、ねね、でもここでやからモス作る方も気合いがねそうよ、ね、そうですよほんでプロの人も来るわけでねそうおじいさんこういうのはフェイスブックで毎月お写真が出てるそうですんで気になる方はちょっとチェックっていうことですよ。ああそうですかまあ午前11時から午後2時からまあ午前11時に行けばまあまあまあね。 いけるんちゃうかっていう。美味しいね、こういうこういう,うな感じでお弁当呼ばれてね。いいですね。美でももさん見てほっこりしてね。そうそうほんでもう半券乗って帰るっていうです、ね、そうお、ね、寺の駅割するのですから。ほんまにえっと思います。さあ大阪府茨木市にありますふだらくさん僧寺は拝観無料でございます。参拝時間は朝8時から夕方5時まで。この噂のカフェレストランポターラ、はい、朝9時から午後4時まで。 ラストオーダーは午後3時50分そして、うん、季節午前ねランチは午前11時から午後2時50食いい予約はできないっていうもう早いもんじんっていう感じがいいですね,ね<ー>平等な感じがしてね <laughs> アクセスは阪急京都線総知寺駅または JR 京都線 JR 総知寺駅からも歩いて5分、はい、あ JR も近いんですね,そうですねお車の場合はすぐすぐ名神高速茨城インターチェンジから10分ほどで駐車場をおよそ20台

ありがとうございました。今週は西国三十三章第22番のお札書、福田楽さん総持寺こちらをご紹介いたしました。